フレットナーフロリダ二百八十二戦後アメリカ軍により飛行試験を受けるフロリダ282フロリダ二百八十二フレットナーフロリダ二百八十二はドイツのアントンフレットナーによって開発されたヘリコプターである。愛称はコリブリ。フロリダ二百八十二は炭座式開放型の操縦席と交差層ローターを持ち、ローターハブは胴体上部に並んで置かれ左右に それぞれ12度、前方に6度傾斜している。ローターの回転面は交差しているが、反対方向に同調して回転するためローターが接触することはない。試作1号機のローターは3羽だったが2号機からは2羽となったフロリダ282は、世界で最初に実戦投入されたヘリコプターである。1941年に初飛行し FW61 より、 はるかに優れた飛行性能を示した。フレットナーの工場は当初ベルリンにあったが、空襲を避けるためシュレジェンのシュバイトニッツに移動した。後に、ソ連軍の接近により、バイエルン州のバーとテルツに移転して、フレットナーは、フロリダ282のエンジンの供給元である、BMW の工場の隣に工場を置いた。予定では1000機生産されることになっていたが、 工場が爆撃され量産は実行されなかった。戦後まで残ったのは3機のみで、それ以外は露覚されることを恐れて破壊された。現在はほんの一部分が存在するのみである。1942年、ドイツはバルト海のトラーベミュンデで試験を行った。また試作機のうちおよそ20機がバルト海、地中海、エーゲ海で試験的に戦団護衛任務に運用された。 航続力を有する潜水艦から発信する非武装の偵察型も計画されていたが、計画のみに終わった。フロリダ282の模型。ありがとうございます。